子養成情報番組まるっとつガイドです。10月も半ばを過ぎ、木々も少し色づいてきたようです。四季の中で秋が一番好きという方も多いのではないでしょうか。スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋、そして食欲の秋。秋にはいろんな楽しみ方がありますが、自分に合った楽しみ方を見つけて秋を堪能したいですね。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。町の出来事では、9日日曜日、お城西公園やフェニックス通りなど市の中心市街地周辺を会場に津祭りが開催されました。11日火曜日、市役所本庁舎4階の町議室で津市市政相談員の委嘱式が行われました。市内の幼稚園を紹介するコーナー、僕の私の園自慢。今回はみかん山幼稚園と千里ヶ丘幼稚園を紹介します。市内の名所旧跡などを紹介するコーナー、歴史散歩。今回は池の谷古墳をお送りします。以上の内容で今回のまるっとつガイドをお送りします。